女に行って毎日しても大丈夫でしょうかしすぎるとダメと聞いたので、とご相談をいただいております。これは大丈夫っすね。<laughs> すみません。あのー、わっちの経験上ですが、ただ、あのー、これはまあ、男女共になんですけど、あのー、まず男性の場合は、お医者さんに聞いたことがあります。ご自愛って、あの、一日何回とか決まってるんですかって聞いたら、もう何回でも大丈夫だよ。 ちなみに、岩室先生は、ピー回したことがありますっていうのを、え、本の中で喋ってるんで、岩室先生が最大で何回したことがあるのか知りたい人はね、これは本で読んでほしいんですけれども、そう、あの、お医者さんが言ってて、そうやって。男性、何回やっても大丈夫だし、えっと、女性も別に特に聞いたことないです。なんか、何回以内にしてください、みたいな。ただ、気をつけなきゃいけないのは、その、強さですね。強さ。うん。あのー、 ま、女性も男性も、その、性紀を刺激するときに、オラ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 の、ドドドドドズバリペペ、ゴリ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 みたいに、あの、めちゃ強番長な感じでやっちゃうと、その、刺激にね、慣れちゃうんすよ。なんか、麻痺するんですね。これ、ワッチのあの、過去動画があるんで、ぜひ見てほしいんですけど、ワッチもあの、過去にお店でおでんまフェスティバルがあって、その、めっちゃおでんま当てられるじゃんみたいな。 時に本当に何も感じなくなったんですよ。もう <laughs>、何も感じないよ。全然気持ちくないよ。みたいになったことがあって、あの、そうやってね、慣れちゃうもんなんで、パワーだけ気をつけてほしいですね。うん。えー、チャットも確認しようか。うん、そう。あの、女性の場合は、まあ、男性もそういう方いるんだろうけど、やっぱその、 正規を最初から触って、すぐ気持ちいい、最高気持ちおいいンガンガン、ありがとうございましたって。ね、なかなかならない人もいまして、で、わっちもまあ最初、こう、お豆ちゃんを触った瞬間から、こう、ビリリと電気が走るような、なんだこの感覚はみたいなのは、あのー、感じたんですけれども、やっぱりその、あ、これが行くなのかみたいな、こう自分で、 理解するまでは結構時間がかかったりだとか、あのー、あとその、日々ね、外側からお豆ちゃんを刺激することで、し続けることで、あのー、中の快感っていうのも、中、内側から触ってもだんだんこう、気持ち良きになれるようになったりするんで、とにかく、まあ、ご自愛は、すごくした方が、していいと思いますよ。うん。ええ そうですね手とか器具はめっちゃ清潔にしてほしいっすあーでもこれ喋るとなー YouTube の動画にアップできなくなっちゃうんだけどまあ、いっか喋るかあのさーすげえいいご自愛方法を見つけちゃったんだよねわっちイエーイ おいンーバーチャルオイランの夕霧初の著書「オイラン VTuber 夕霧みんなで学ぶ性教育」お買い上げいただいた皆様本当にありがとうございます今回は泌業機械岩室信也先生と対談したり AV 監督の鈴木リズさんと対談したりしました YouTube ではいろいろと自主規制をしているのですが著書ではノン規制で。 伝えたたいことをたっぷり表現することができました表情のイラストやコラムの挿し絵も自分で描いたのでとってもとっても思い入れの強い一冊ですまだお持ちでない方もぜひお手に取っていただけたら嬉しいです体と心をお大事にご自愛くださいませ